はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけども、本日もですね、昨日に引き続き、クラブセレクションのレベル紹介やっていきたいと思いますが、今週というか来週ですね、の月曜日、23日の月曜日は、アーセナルとチェルシー、こちらの2クラブのクラブセレクションが登場することが決まっておりますので、まあ、おそらくね、これ以上に出ることはないんじゃないかなと思いますけども、リークの方では他に5つのガチャがね、リークされております。ということで、5つのガチャの中から、本日はブラジルの方ですね、こちらの8選手紹介していきたいと思いますが、いやエベルトン来ましたね。コパアメリカではかなり活躍した選手ですけども、グレミオのエベルトン選手が一番のねトップレアとして登場ということで、あとはそうですね、バルボーザ選手だったりアルダスカイタ選手、このね、2列目からの飛び出しを持った最強スーパーサブのね、呼び声高い選手ですけども、こちらの選手が来たり、あとはドゥドゥだったりね、ゴメス、ジョルジー、ブルーのエンリキ、ティアゴ・ボルピ、というようなね選手が来たという形になっておりますけども、まずはゴールキーパーの選手から見ていきたいと思います。黒玉です。88の選手ですけども、まあ黒玉ということでかなり能力値上がったんじゃないかなと思ったんですが、若干低いかなというイメージですね。キック力87、ジャンプ89、フィジカルコンタクト94、ここら辺のフィジカル系の能力値はしっかりあるかなと思いますが、 GK センス以下ですよね。 GK センス、コラプシング、ディフレクティング、カンスト、他の部分ですよね、キャッチング91、クリアディング83ということで、まあここら辺のね、能力値は若干下がっているかなと思います。GK センス、コラプシング、ディフレクティングが完走しておりますので、ここら辺はかなりいいんじゃないかなと思いますけども、ただ GK ということでコンワン4というところも少し痛いところですね。スキルは低弾道パントキックにキャプテンシーということで、まあスキルの低弾道だったりね、ここら辺のスキルかなり有能かなと思いますけども、まあ GK センス以下、ここら辺の GK 能力がですね、若干低いかなという感じですね。で、続きまして、ブルーノ・エンリキ選手ということで、この選手も3回目の登場となりますけども、ご覧の通りかなり高い能力値持っておるかなと思います。オフェンセンス92だったり、決定力92、ここら辺のところはですね、ウィングストライカーでかなり高い部類に入ってくるんじゃないかなと思います。あとは、ボルコンドリブル、ボールキープの部分で足元もしっかりありますし、ヘディングだったり、あとはフィジカルコンタクト、ジャンプ、ここら辺のね、フィジカル系の能力値もしっかりあるかなと思います。あとはそうですね、スピード瞬発の部分99、96というところなので、スピションもかなりね、足の速い選手かなと思いますね。で、コンワン6というところで、コンワン6っていうところも偉大ですね。総合値は89から95でプラス6。で、スキルですけども、シーザーズ、エラシコ、シャペウ、エチタン、ジクーラタン、ジクアシャテ、マリーシャということで、まあかなり足元系のスキルが多いですし、まあパス系のね、スキルだったり、シュート系のスキルがもう少しあればなというところかなと思いますけども、プレイスライ、ウィングストライカーということでですね、前回のクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、1レム時点の総合値が86から89でプラス3になっておりますので、かなり能力値自体も上がったかなというイメージですが、スピードだけね、プラマイ0で99ということになっておりまして、他はほとんどプラスということになっております。まあ特にオフェンセンス決定力の部分がですね、5つと4つずつ上がっておりますので、ここら辺がかなり高くなっているかなと思いますし、あとはボディコントロールだったりね、足元系の、能力値もかなり上がったかなというイメージです。で、総合値自体も92から95でプラス3ですね。ということなので、前回のクラブセレクションを持っていて、今回のブルーのエンリキ選手が当たったという方はですね、ぜひこちらに乗り換えても見てもいいんじゃないかなという印象ですね。で、続きまして、前回のポト W 週刊 FP の方と比較していきたいと思いますが、1レベル時点の総合値は88から89でプラス1で、レベマー総合値も94から95でプラス1ということなので、かなり能力値自体は底上げになったかなという印象ですね。ただ唯一瞬発力がマイナス3という方になっておりまして、スピード瞬発がね、前回は完走していたんですが、今回は、瞬発力が96ということになっておりますので、まあ個人的にはですね、まあ瞬発力がマイナス3というところを考えても、他の部分がかなり上がってますので、今回のね、ブルーノ・エンリキ選手の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で、続きまして、左サイドバックのジョルジ選手ということで、ジョルジ選手もですね、2回目の登場となりますけども、ご覧の通り、個人的にはかなりの高い能力値を持ってるかなと思います。特にレベマ総合値は96ということで、左サイドバックの選手はかなり高いね、ところになってくるんじゃないかなと思います。オフェンセンスだったり、決定力の部分86、80。で、ボルコンドリブル、足元系もしっかりありますよね。パス系86、96ということで、スキル見ていただきたいんですが、ピンポイントクロス持ちでフライパス96ということなので、かなりですね、サイドからのクロスというところも狙っていける選手かなと思います。スピード瞬発も96、91ということでかなり足の速い選手ですし、スタミナもね92ということなので、上下のアップダウンサイドバックで、かなりできる選手かなと思います。で、スキルもかなり有能なもの持ってるかなと思いますし、シャペーピンポイントクロス、アウトスピンキック、低弾道ロブ、ロングスロー、インターセプト、アクロバティッククレアということで、この7つ持っているんですが、どのね、スキル取ってもかなり有能なもの持ってるかなと思いますので、ぜひですね、この選手当たった方はレベマにしてもいいんじゃないかなという選手かなと思います。で、前回のクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、こちらも
ですね、1レベル時点の総合値、そしてレベマ総合値がともにプラス3になっておりますので、これはクラブセレクションの方が若干ね、低い能力値かなと思いますけれども、まあ能力値自体もですね、全てプラス1かプラス2、そして下の能力値ですよね、ディフェンスエンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスの部分がプラス4、プラス5、プラス2となっておりますので、これはですね、今回のジョルジ選手の方がいいんじゃないかなという印象です。で続きましてセンターバックグスタボ・ゴメス選手ということで、この選手も個人的にはね、かなり、狙いの選手かなと思いますけども、まあ、センターバックの選手ということなので、下の、ね、能力値見ていきたいと思いますが、まずスピード瞬発の部分ですね、82、81ということで、ここは9大点あるかなと思いますし、あとはヘディング93だったりフィジカルコンタクト97、ジャンプ97ということで、ここら辺のね、フィジカル系の能力値はかなり高いものを持っているかなと思います。でディフェンス系の能力値も、個人的にかなり高いものを持っているかなと思いまして、ディフェンスセンス98、ボールダッシュ93、アグレッシブネス97ということなので、ここら辺のねディフェンス系の能力値もかなり高いんじゃないかなという印象ですね。で高腕6ということで、総合値は95でプラス6ということになっております。スキルはヘッダー、PK キッカー、マンマーク、アクロバティック、クレア、キャプテンシー、闘争心ということで、まあここにですねビルドアップがねもう少しできるような、パス系のねのスキルあればというところなんですが、プレイスタイルはハードプレスということでですね、前回のクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、こちらもですね、ほとんどの能力値上がっておりますので、今回の方がいいんじゃないかなという印象なんですが、アグレッシブネスだけマイナス1ということになっておりますけど、まあでもですね、他の能力値1つずつ見てもプラス2かプラス4、プラス1、というところになってくるかなと思いますので、これは今回のグスタボ・ゴメス選手の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で続きましてドゥドゥということで、ドゥドゥ選手も個人的にめちゃくちゃ強いかなと思いますけども、まずオフェンスセンス決定力の部分から見ていきましょうか。90、86ということで、ここら辺の得点能力はかなり高いものを持っているかなと思います。まああと足元系ですよね、ボルコンドイブル、ボールキープ、91、95、96ということなので、ここら辺の足元系のね、能力もかなりあるかなと思います。あとはパス系でグランダーパス86だったりフライパス90というところでですね、かなりパスもつなげれる選手かなと思いますし、スピード瞬発の部分もかなり高いですよね。94、98ということで、まあ、かなり足の速い選手ですし、ボディコントロール93ということで、よりドリブルしやすい選手かなと思いますけれども、コンワン7ということで、スキルは、10個持ってますね。シザーズだったりダブルタッチ、あとはそうですね、ワンパーだったりバックスピンロブ、ピンポイントクロス、ここら辺のスキルかなり有能かなと思いますし、ドゥドゥ選手もね、かなり当たりの選手かなと思います。で前回のクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、決定力がマイナス3されている以外はほとんどプラスということになっておりますので、個人的にね決定力がマイナス3痛いですけれども、全部まあ、全体的に見ても、今回の、ドゥドゥ選手の方がですね、能力値底上げになっていると思いますので、これは今回の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で続きまして見ていきたいと思いますけども、アルスカエタ選手ということで来ましたね、スーパーサブで、そして2列目の選手ということで、かなり強いかなと思いますが、オフェンスセンス決定力の部分がですね、92、89ということで、 OMF の選手でかなり高いものを持っているかなと思います。あとはボルコンドゥブ、ボールキープ、92、93、97、ここら辺の足元の技術もかなり高いですよね。でパスゲームも89、93ということで、特にフライパスがプラス6となりまして、かなり上がったかなという印象です。スピード瞬発も89、93ということで、まあスパサブ枠でですね、かなり速い選手になってくるかなと思いますけども、あとはボディコントロール94だったりね、かなりドリブルしやすい選手かなと思いますけども、でコーン7というところもかなり偉大ですよね。でスキルはダブルタッチだったりシュート系ですね、ミドル、アクロバティックシュートで、スルーパスだったりピンポイントクロス、アウトスピンキックに低弾道ロブ、そしてスーパーサブということで、まあかなりですね、強いスーパーサブの選手になってくるかなと思いますし、あとは2列目からの飛び出しというところのプレイスタイルを含めてもかなり強い選手かなと思います。で前回のクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、決定力が2下がった以外はほとんどプラスですね。まあ決定力下がったのは痛いですが、こちらもですね、今回の方がいいんじゃないかなという印象です。能力値は底上げになっているので、前回持ってる方は今回に引き継いでもいいんじゃないかなという印象ですね。で続きましてバルボーザ選手ということで、現在ですねクラブワールドカップ決勝が残っておりますけども、バルボーザ選手のね活躍にも期待したいところかなと思いますけども、ご覧の通りかなり高い能力値かなと思います。一番上がった能力値がボールコントロールプラス6、決定力プラス6、ボディコントロールプラス6ということで、特に決定力が96というところはかなり高いかなと思いますし、めちゃくちゃ上がったかなという印象ですね。であとは足元系の技術もしっかりありますし、スピード瞬発も91、91というところはかなり評価できる部分かなと思います。あとは総合値は96でプラス5ですね。でスキルはダブルタッチだったりコンカードロップシュート、ここら辺のシュート系のスキルかなり有能ですし、あとはワンシューだったりねアウトスピンキックだったりかなり有能なスキル多いかなと思います。プレイスタイルはラインブレーカーということで、前回のクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、オフェンスセンスがマイナス2になっているんですよね。これは若干痛かったかなという印象なんですが、逆に決定力が4つ上がっているので、これは個人的に今回の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で前回のポット W 週間 FP の方と比較していきたいと思いますが、オフェンスセンス、そしてグラウンダーパスがマイナス3ずつされており、ボールコントロールとボディコントロール
ントロールがプラス3ということなんですけども、まあ、足元系の、ね能力値は今回の方がいいんですが、オフェンセンス94というところが前回の方が、ね、いいんじゃないかなという印象で、前回はアクロバティックシュートも持っているということなので、個人的には前回のポトダブル週間 MVP の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で最後ですね、ベルトンということで、この選手が本当に欲しいかなという印象なんですが、まずレベルマ総合値は98までいきますね。驚異の98ということで、めちゃくちゃ上がるかなと思いますけれども、オフェンセンス94だったり、決定力90、ここら辺の、ね、得点能力がかなり高いですし、ボールコントロール、ボールキープ、ドリブルは簡素ということで、ボールコントロールとボールキープは95ということで、ここら辺の能力値かなり高いですよね。スピード瞬発も97、99ということで、かなり足の速い選手になってくるかなと思います。でベルトンはですね、コーン7というところもかなり評価できる部分かなと思いますし、レベルマ総合値98ということで、スキルはですね、ダブルタッチだったり、シュート系も少し欲しかったかなというところですね。あとはワンパだったりワンシュー、そこら辺のスキル欲しかったかなという印象なんですが、プレイスタイルはインサイドレシーバーということで、いや本当にね、コパアメリカのあの活躍はかなり印象的でしたけども、今回エベルトン選手が登場ということで、個人的に狙っていきたいのはエベルトンかなと思いますね。バルボーザだったりアラスカイタ、ここら辺の選手持ってますので、個人的にはエベルトン この選手狙っていきたいところかなと思います。ということで、本日の動画が良かったなと思ってくださった方は、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では